エルザ・フォン・グートマンは、リヒテンシュタイン公、フランツ一世の妻。モラビア出身のユダヤ系実業家、ビルヘルム・フォン・グートマンと、その二番目の妻イーダ・ボディアナーの間の娘として、生まれた。父は経営する、石炭取引会社を、オーストリア・ハンガリー全域規模の一流企業に、乗し上げた成功者であり、1878年に、オーストリア皇帝。 フランツ・ヨーゼフ一世によって、騎士尺を与えられて貴族に劣勢られた。また1891年から1892年に、かけ、ウィーン・イスラエル文化協会の会長を務めるなど、ウィーンのユダヤ人社会の指導者的存在だった。エルザは、ハンガリー人貴族のエレシュ・ゲーザ男爵と最初に、結婚したが、1908年に死別した。1914年、 小病兵の救済基金の活動を通じて、リヒテンシュタイン公使フランツと知り合い、交際に発展した。フランツの兄のリヒテンシュタイン公ヨハン2世は、後継者となる、弟の身分の釣り合わない相手との交際に、反対した。1929年2月11日に、ヨハン2世が死去し、フランツが、フランツ1世として、リヒテンシュタインの国家元首に就任した。 1929年7月22日、フランツ一世とエルザは、ウィーンで結婚式を挙げ、正式な夫婦となった。ヨハン二世までの歴代のリヒテンシュタイン公あるいはその、配偶者がリヒテンシュタインを訪れることは、ほぼなかった。フランツ一世とエルザは、リヒテンシュタイン公夫妻としては初めて、両民と親しく交わり、両内への定期的な訪問を始めた。エルザは、 病院で、慰問活動を行い、福祉施設を見舞い、貧民に贈り物を施した。エルザは、その献身的な姿勢から、リヒテンシュタインの領民に慕われた。フランツ一世夫妻の名を冠した、リヒテンシュタインの青少年のための団体、フランツウントエルザ財団は、現在も活動を続けている。1938年に、フランツ一世と死別すると、ゼンメリンクの屋敷に移った。 しかし、アンシュルスに伴って、ユダヤ人迫害が激しくなると、これを逃れて、スイスに亡命した。1947年の死去時、夫のネムルブラノフーブルナの墓所は、チェコスロバキア政府に没収されていたため、エルザは、ファドゥーツのファドゥーツ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。